動画をご視聴中の皆様お世話になっております。本日は東京都福生にあるブラックフォックスに来ております。さて久々のブラフォだ。巻いて巻いていくぞ。ら前もそうでしたけど、ここゲーム展開早いですよね。具体的に言うと1ゲーム3分生き残るのが至難なレベルだからな。ヒットコールありがとうございます。つうわけで今回はハイキャパ1本だ。ブラフォーズ主の家から遠いですけど、ハンドガン1本なら移動も楽ですね。いくら軽くても片道2時間かかる時点で楽じゃねえよ。ウプ主の負担はどうでもいいですけどね。ヒットコールありがとうございます。よっしゃ次右側。ヒットコールありがとうございます。次左走って壁沿いの敵排除。随分急いでますね。これゲーム中も同じような考えでやれてるんです。あ、じゃあこの次のゲームは実際のゲーム中の俺の脳みその中の動きを実況していく形でやってみっか。はい、ごめんね。器用だよ。ヒットコールありがとうございます。あ、明らかに初心者っぽい子にほぼ拙者。ルールだから、フリーズコール禁止だから。トラウマ与えたらウプ主のせいですよ。妙に嬉しそうなごめんねがサイコパス感ありますね。キラだよ。あ、ナイスナイスヒットでーす。これはナイスショットでした。まあこれだけ落とせば仕事しただろ。よっしゃ、そんじゃ実際の俺の考え実況でやってみるぞ。お手並み拝見ですね。まず正面と釣って右側ロングを横から刺すぞ。ほんの動きですね。確認言うのが影で分かったからローカライブル。奥を警戒しながら前進。外周より一枚内側から走って外周後方の敵をカット、一気に角まで刺すぞ。味方にチームカラー教えながら、この辺に敵がいないのはもう決め打ちだな。赤だよ赤だよ。外周奥に味方がいるのが分かったから内側の処理に走るぞ。あ、ごめん撃っちゃった。で、味方を誤射して終了だ。連動情報。いや味方撃たないでください。戦犯ですよ。こんだけヒット取って戦犯はなくない。祖国の裏切りは重罪です。次のゲームですね。さっきのゲーム見るにあれですよね。ウプ主そこまで考えてませんね。そりゃまあ新人ならまだしも CQB 若干考えてる時間がもったいねえわ。本は初動だけ考えてあとは流れってパターンが多いですよね。結局勘と運と勢いが全てじゃ。だからいつまで経っても成長しないんですもんね。急成長するキャラより成長遅いけど後でめっちゃ強くなるキャラの方が愛着湧かない。ただしイケメンに限る。畜生顔面偏差値低いから畜生。元気出して強く生きて。ヒットコールありがとうございます。いや、ドヤ顔片手打ちして相打ちになるのは草なんですよ。笑いよベジータ。もうちょっと用心と言いますか。今度は油断など一切ないと思え。油断も何も何一つ考えてませんから一切ないですね。こうやって見てみても作戦らしい作戦なんて立ててませんもんね。一応考えてはいるんだぞ。変に敵とはいませんようにって。鉄こそれ考えやない。お祈りや。祈る相手は神じゃなさそうだけどな。ヒットコールありがとうございます。ここのオーバーキルは本気で悪いと思った。悔い改めて。本当に申し訳ない。ヒットコールありがとうございます。これは仕方ない FF。
はローライト線ですね。いや、暗すぎて見えませんが。ちょいとガン待ち上げるか。ほいよっと。まあギリギリ見えるかもって感じですね。ちなみにやってる方としては動画最初の感じがそのまま視界だ。よく敵味方判断できますね。残念ながら当たり前のように FF が起きるぞ。ヒットコールありがとうございます。これでもかってくらい見事に初段外しましたね。それほどでもそのままタイトル回収続けてもろて。ごめん、やっぱ嫌だわ。この感じだとやっぱりゲームスピードは遅くなりますね。あ、明確なルール変更としてローライト戦の時は脱出禁止だ。まあぶつかって怪我するのが目に見えてますからね。こういうのって緊張感が楽しかったりするんです。そういう人もいるだろうな。俺としてはいつもより大胆に動けるのが楽しいな。普通慎重になるんじゃ。暗くて相手も見えてないから、いつもじゃバレる車線を大胆に横切って奇襲するのが野戦ローライト戦の楽しみだぜ。楽しみ方は個人差があるのであまり参考にしませんように。でもあんまり暗いと動画見えませんよね。いやもうマジでそこな。それだけが辛いわ。うつ主野戦もそこそこ好きですからね。開催のされにくさと動画での撮りにくさが野戦が広まらない理由だと思うわ。冬はこれからの時期は特に寒いですからね。確かに冬に野戦とか軽い地獄ですね。だからむしろ夏場の方が野戦はいいんだよ。夜の方が涼しいし。なんかやけに野戦をしますね。知り合いも野戦貸し切りだよ。あんま人集まんねえんだよ。楽しいのに。野戦好きイコール変態だから普通だし。ヒットコールありがとうございます。おや、割と大胆に裏取りましたね。こういう動きができるのもローライト戦の面白さだな。普段ならここまで簡単にはいきませんからね。あ、うつ主屋のお知らせを。お忘れるとこだった。何か動画に関してありましたっけ？いやまあ直接動画に関わることじゃないんだけどな。このブラックボックスオープン時から切り盛りしてた元店長兼スタッフのボールさん、現店長のコンちゃんさん、スタッフの佐藤さん、この3人が年内で退職だ。え、それってはっきり言うとな、来年からブラックボックスはおそらくだがいろいろ雰囲気が変わる。前一度言ったことある人とかもう一度言ってみようと思った人は前のブラボはもうないと思った方がいいぞ。主要スタッフさんが3人同時に退職って何かあったんですか？キリタン、オープンからいる方々って思い入れもあるでしょうし。キリタンちょっと、そもそもスタッフさんの少ないお店で3人も一緒に辞めるだなんて絶対何か。キリタンや、キリタンや、何ですかさっきから。ちょっと黙れあんな、大人の世界にはいろいろあんだよ。それこそ仕事するってことは綺麗事じゃ測れねえんだよ。お金が絡みますからね。義理人情じゃ言ってはいけませんし。まあいろいろ憶測もあるでしょうし、知ってる人もいるとは思いますが、詮索するのも野暮ですね。だからあくまで俺にできることは注意だけな。以前と同じブラボではなくなるぞ。っていう注意な。小学生の私は、まだ知らなくていいことだらけですね。子供のうちは知らんふりしとけ。近くても別に全然そんなんはいただきまーす。いただきまーす。てな感じでこのゲームは終了だな。ラストゲームですね。よしラスゲーム脳内実況しちゃうぞ。この動画そのものが脳内実況みたいなものですけどね。ウプ主の脳内何も入ってなさそう。おい実況しろよ。ちゃうねん、理由あるんやって。のべーよ。初動だけ決めて後脳内空っぽでした。やっぱり空っぽなんじゃないか。でも正直サバゲーってあれよ、みんな9割頭空っぽよ。サバゲー実況なんて9割後付けよ。謝れ、ちゃんと考えてる人に謝りなさい。いやこんなんみんな経験による直感で動くもんだからな。細かいこと考えながらサバゲーなんてできということで、ブラックフォックスでした。今年も皆様ありがとうございました。え、あ、うん、これウプの指針で、来年はもう少し投稿頻度上げたいですね。それでは今回はこの辺で。え、あ、ご視聴ありがとうございました。また見てね。